新妙の冬休み。今回は阪急山陰駅から市バスに乗って嵐山方面へ。まずは散歩がてら松尾大社へ。時間もあるしお参りしていこう。お参りが終わった後は30分ぶらぶら歩きながら嵐山へ。まずはランチ。 JR 佐賀嵐山駅からすぐ近くのハンバーガー屋さんへ。今回はこちらのアピッツバーガーさんへお邪魔します。今回注文するアピッツチーズバーガープレートは、なんとオリジナルのハンバーガーをオーダーできます。名前も決まりました。新妙バーガー、すごいチーズの量。うわー、野菜助かるわ。俺めっちゃ体に気使ってんねん。なんでやねん、暴飲暴食顔やろ。暴飲暴食顔ってなんやねん。俺おしゃれなカフェでスイーツを食べるのも好きやねん。なんでやねん、ハンバーガー顔やろ。ハンバーガー顔ってなんやねん。 Thank you。 ハンバーガーはチーズたっぷりで肉もジューシー。オーダー通りアボカドやトマト、そして肉がぎっしり。ポテトもカリカリでチーズ乗ってて美味しい。オリジナルのハンバーガー、味も美味しかったし楽しめました。アピッツバーガーさん、ごちそうさまです。新妙バーガーの次は近くの綿あめ屋さんへ。抹茶の風味と甘さがあって元気が出ました。同じ映像に見えますが、口動かしてめっちゃ食べてます。次はソフトクリームを食べに京都庵さんへ。ここのソフトクリームの特徴は、なんと逆さにしても落ちない。美味しい。最後にあったかいスイーツが食べたくなったな。豆物とたい焼き屋さん、
餡バターのたい焼きを注文。中庭があるのでここでいただきます。おっと、貸し切り状態のベストポジションを発見。こちらのたい焼きの賞味期限は1分。それ以降はバターが溶けてしまうから。この時点でバター少し溶けてましたが、これがまたこのあんこたっぷりのたい焼きと合う。生地もしっかりしていて冬に食べたいスイーツです。新明の冬休み以上になります。嵐山は範囲が広いので、またいろんなスポットへ出かけたいと思います。ご視聴ありがとうございました。